高田先生の信頼教えてあげる。待て待て待て、はい、誰が冠婚総裁だ。誰君の学校の校長だよ。はい、はい、校長先生。シェロス校長だよ君。はい、ね、はい、君なんでもあれだね、前回のこのコーナーで、はい、半端なくテンパって、ねはい、全然上手に解説できなかったらしいじゃないか。何テイクもして、はい、ご迷惑をかけません。いかんよ本当にね、はいはい、今日はねそんなねゆとりジェネレーション満開の君に新任教師を紹介したいと思う、はい、新任ですって。どうぞ。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。どうも新任講師の吉木アリアです。新任ですか。ちょっと僕もドキドキしてきたけど ね、高田先生がグッドグッドだったらしいので、今回からは吉木アリア先生が皆さんに教えてあげようと思ってきました。はい、あ、どうしよう、え、はいよろしくお願いします。ま、俺から見やどっちもどっちだけどね、だからね、今日はね、はい、まあ、まだまだね、二人ね、パチンコとかのレクチャーに関しては未熟だと思います。はい、だから今日はね、このチェロス校長自らが君たちにパチンコの解説の何たるかを教えたいと思います。はい、お願いします。ね、でちょうどこのタイミングで第一弾からかつてない斬新なパチンコ台出るということでですね、斬新、はい、それをまず紹介したいと思います。はい、それがズバリこちら、 CRTM レボリューション。レボリューション、レボリューション、レボリューション。気持ちいいでしょ。気持ちいい。なんとなくとっても気持ちいいですね。でね、はい、このCRTM レボリューション何がすごいかと言いますと、まず初当たりの度に必ず2500発ゲットできます。2500発。そう、初当たりで、初当たりで、でさらに4000発の大当たりが 50% でループするという、ホクホクじゃないですか。でしょ。もうね、一気にバコンってね、大逆転できる。もうなんならもう夜の9時とかね、なんかもう10時ぐらいから打っても一気に大逆転できるような爆発力のあるすごいスペックに なってます。すごいですね。でさらにですね、はい、この機種にはね、この TM レボリューションさんのヒット曲が19曲も入ってます。19曲、贅沢ね。もうファンの人にはたまらない。さらにライブ映像、 PV 映像がどっしり入ってるという。高野メイクスレボリューションな、もうね、今ね、ハートがこもってましたね。もう目に TM ってね、書いてありますから、もう本当 ね好きなんでしょうね。はい、はい、じゃあね、今日はこの機種をこれから2人に打ってもらって、はい、ね、見てる皆さんにもぜひこの魅力をね、お伝えできればと思います。はい、じゃあ打ちたまえ。はい、うん、頑張ります。頑張ります。うん、高田くん、はい、アリア君、はい、準備の方はいいかな。 OK です。ではシダスタート。ーはーい、頑張ります。これもうね、通常時のね、はい、演出からもう TM レボリューションさん満載ですからね。ね、もう全部絵柄というか図柄がすべてね、え、高典様というかでしょ。はい、やっぱり高典さんファンにはたまらない、たまんないですからね。これもちろん2人はね、今日ね初めて打つということですけどね、はい、うん、結構寝台打つときっていうのはね、ドキドキするもんですよね。そうですね、ね、結構なんか保留の色とかもどれが通常なのかとかっていうのが、うん、あ、そうね、そう、最初から金なのでこれは熱かったのかなとか、あ、一瞬ね、一瞬思ってプレミアかぐらいに思った。そう、一瞬多分プレミアかと思ってあ、違ったみたいな、ね、そうですね、これが通常なんです、はい、さすがと。一応ね、赤が一番熱いらしいんですね。はい、青、
緑、黒、赤の順で熱いらしいですよ。あ、また変わりました。ステージチェンジ、ステージチェンジでワイルドラッシュのステージ入りました。ステージチェンジもね、先読みの激アツなねステージとかあるらしいですからね、それが出たら注目しましょう。先輩からの、あ、お、保留変化まで、あ、行った緑です。一応ね、保留変化、色はね、はい、青、緑、黒、赤の順で、私、レボリューションちゃんと入りましたね。本当、はい、マジか、はい、レボリューションちゃんと入りました。おお、これで右打ちして、見事 V ゾーンに入れば、巨大扇風機、大当たりですよ。おー、からの、おお、これ右打ちしてレボリューション、はいはい、早速の初の右打ちいただきました。これね、信頼度 30% ぐらいありますよ。おお、おお、これしかもね、めちゃレアっすよ、これで当たったら。お、6000分の1より出ないぐらいの激レアな演出、これ大チャンスですから。これここから入ってほしい。すごいよ、頑張れ。これね、 V に入ればね、こっちの V に入ればね、焼くもの、この今上向いてるこの溝に弾が入るか、あー入らないか、あー入らなかったですね。あー、ダメなの、残念。あー、暑いですね。でもね、でも暑いです ね、最初からなかなかいい先なんだねえ。3回に1回は当たる激発レースですからね、はい、いいですね。わー、あと夏木君引きいいね、なかなかね、はい、お、そしてまたさらに今度は緑保留ですね、サクッと。お、緑保留来たの、あ、いかんか。じゃあ、甲田君も今ね、そしてこっちもリーチ入りました。レボリューションちゃん、レボリューションちゃん、やっと戻ってきました。ここで扇風機出れば、出た、出た、巨大扇風、熱いよ。2回目起こってきました。これが自治連中の、お、見てレベル3、最高、これが作ってれば、過激で最高できれば、あー、ただこれが忙しい、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 右に左に、あ、風船がちょっと落ち着いてテンパってきた、包丁テンパってきたよ。さあどうだ、あー、ダメだ、あの溝がね、上向いたままだったらいいんですけどね、もう一回あるのね。さあ、上向いたままで、そしてこちら本当にビッグマス 3DPV 不一致されました。残念、こっち 3DPV のリーチしてます。はい、ホットリミット 3DPV リーチ。そしてこちらなんと歌詞が赤いですね。え、ルーちゃんセイグッバイ来ましたよ。懐かしい。どうだ、あ、残念、結構期待したんだけどな。あー、ダメですか。ちなみにさっきのね、 3DPV リーチからさらに発展することもありますのでね。おー、そっからだと激アツですよ、そこまで行くとね。あとちょっとなんですよね。そうね、そう、あとちょっとだなっていう、なんか今にも当たりそうな感じがね、ありがとう、ありますね。なんでも、ほんとちょこっとですよ。甲田くんもね、頑張って、はい、頑張ります、ね、いいとこ見せてください、これね、はい、これね、甲田くんも頑張らないとね、はい、これ新任のアリア君にね、はい、仕事をね、それは嫌です、取られちゃうからね、これ頑張らないと。あ、これは青にありました。今相当アリア君が押してるよ、なんかやばい感じだね。ダメです、無理です。頑張ってね、これね、はい、頑張ります。本当ですよ。どうだろうな。また、あ、でもチャンス目ですね。ライブモード来ましたよ。そして稲妻ライブモード、これ稲妻ライブモードに行くと激アツですよ。止まれ、あ、止まらない。ライブモードからの稲妻ライブモードに来てほしい。どうでしょう、稲妻ライブモード、入れ、行け、入れ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 、行け、二刀流保留だし、入るかな、だったら取りに来い、取りに来いって、どうだ、どうだ、どうだ、どうですか、これ宴って入ってますですか。そしてこれ B メロ、なるほど、稲妻までは行かなかったですね。そうですね、
じゃあ緑保留からのライブモードの緑保留なのでちょっと期待していきたいですよ。あれ？え？え？何？全回転。嘘。えー。え、何？こんなんあんの？すげえな。そうだそうだそうだ、すいません、またやっちゃいました。マジで？本当に？はい、全回転出しちゃいました。すげえ。はい、なんか赤ずからがうごうごしてんなと思ったら、うごうごしてるなと思ったら、はい、すいませんね。あ、そう、いや、稲妻ライブまでは行かなかったけどね。はい、稲妻ライブまで行かなかったんですけども、これはコングラチュレーションズ、10回転の直当たり行っちゃいましたということで、ターボも動いてきました。君、とんでもないタイミングで当てるね。すごいですね、ほんとなんかびっくりしました。なんか急な直当たりですよ、ほんとにこれ、ね、そしてレボリューションズ、あの音いいですね。すっごいいいですよ、発展する時のね、全回転気持ちいいですね。ただその前に本当にホワイトブレスがすっごい長かったじゃないですか。そうだね、ステージがあれが私の中ではフラグですね。あ、そう、正直たぎってきた。やっぱホワイトブレスをあれだけ語らせてからの当たりっていうのが、うん、やっぱもうなんかもう私のことを呼んでたんですよ多分。なるほどね、 CRTM レボリューションは、はい、アリア先生を欲していた。ほう、なるほどね、相性抜群ですからね。あ、ちなみにね、この左の方のね、はい、あの、ま、丸い、失礼、ね、粒みたいなのでラウンド数を数えてます。あ、そうですね、これ最初のラウンドがこれが4ラウンド足す15ラウンドですよね、校長先生。そうです、そういうことです、はい、まず前半が4ラウンド、はい、ね、で、これ右打ちでね、またあの V に入れば、はい、さらに15ラウンドなんですけど、これ V はね、ほぼ右打ちちゃんとやってれば確実に入りますからね。はい、うん、頑張って V 入れてね、はい、V、割とね、すぐ入りますよこれはね。スピード感すごいんでね、これ本当に爽快な、ね、はい、今ね、V 入って、あの保留ね、そう、右打ちで保留もつきましたんでね、はい、これでおー、そして、あ、はい、レボリューションチャンス、はい、入りましたー、アップー、ね、押します、あー、来た、来たよ、お、そして甲田先生の方も巨大扇風機が回って、これ大チャンスですよ、まだ。そしてここを狙える、おっと、ホワイトブレスのプロモーションビデオですね、これ。こっちはここですね、ここを狙える、ここに入った球がこれですよ、話題の、このね、下の回転体要注目ですからね、ここですね、そう、これが上向いたままで球が入れば、あー、横向いちゃう、ふいってきますですね。もう最後、このここが熱い、贅沢、え、横向いたよ、でもあれ、あー、上向いた、あー、入った、入った、マジだー、すげー、あ、うわー、やるじゃねーか、やるじゃねーか、褒めていただきました、ほんとやるじゃねーか、追っかけてきてますね、すごい、あー、来た、タモくん、わー、イエーイ、コウダくん、これね、めちゃくちゃレアな当たり方ですよ、今度はワイルドラッシュの、そうなんですね、そう、いや、ちょっと甲田先生当たってる最中に申し訳ないんですけども、こっちもちょっとあの実写 PV のラッシュでのこれ大当たり画面でもう相当テンション上がってるんで、アゲアゲですからね、他のこと考えられないですよ、あ、そう、贅沢すぎますよ、ねえ、やばい、あ、そして来ましたよ、今度でね、一応ちゃんとね、アリア君ね、あの今ね、あの右打ちで保留ちゃんと4個全部ね、ついてますんで、はい、ね、これあの 50% で4千発ゲットできる大チャンスをゲットできてるってことですね、ですからね、ステファーニングリスマスも実写 PV たまらぬ、ねえ、ワクワクしますね、このね、ワクワクしますよ、もうキュンキュンしますよ、本当に、ね、心が、さあどうでしょう、これね、どっちかね、甲田くんかアリア君か、はい、4000発の連チャンをゲットできるといいんですけどね、このプッシュではね、なかなか赤保留は出にくいということなので、さあ、アリア君が勝負の時を迎えますよ、はい、そうですね、そしてこれで1回この14たす15ラウンドの19ラウンドは、私はこれは見事ボーナスがいって、
セブンゾーン、セブンゾーンですよ。ここが熱い、はい、ね、これが注目のセブンゾーンです、はい、セブンゾーン中はね、もうね、手を離して液晶に集中して見ていて大丈夫ですからね、はい、V 入った、ね、はい、で後半高田君もね、この1分間がチャンスですからね、有賀君これ ね、はい、この1分間手を離すっていうこのね、そう打ってる最中に止まれ、いや、もうこれで止まったら4000発だからね、4000発欲しいね、欲しいね、あれちょっと早いですか、これ待って、少し、おおお、これはこれチャンスじゃないですか、これ来てるんじゃないですか、あーもう残念、あれ今ドゥーンって音が、ドゥーンって言った、はい、ドゥーンって言いましたよ、もうそれはもしかするとプレミアム音かもしれませんよ、これが止まるか、うん、あー違うか、勘違いでしたか、おー、勘違いじゃなかった、勘違いじゃなかったよ、ジャックポット、おめでとう、ありがとうございます、ドゥーンが手に一発上乗せ、そうです、ドゥーンの音はね、大当たり濃厚ですから、チームレボリューションは俺じゃなくてお前らだ、分かったか、ナイス MC、はい、ね、ありがとうございます、いやー、TM レボリューションさん熱い人ですね、熱いですよ、この人の MC もうやばいですよ、ね、まあ、この声にやられるんですよ本当に、あ、そうそうね、あ、今の若者に教えてあげたいですよ、この熱いソウルを、そうね、教えてください若者に、ほんと、そう、そういう時だけカットインしてこないで本当に若者に、TM ラッシュ、ゆとりジェネレーションですからね、ということで4000発ということで、これ、ね、左のこの先のほどの保留の、はい、いっぱい出た消化中のラウンド数が、ね、全部で30個ありますんでね、はい、30個ありますからね、はい、前半15ラウンド、後半15ラウンド、はい、ね、そしてこれですね、ここで下のこの液晶画面でですね、いろいろなこのレボリューションモード、ライブモード、ライブレボリューションモードと変えられるんですね、そうそう、これね、そう、変えれるんですよね、はい、あのライブと TV で演出が微妙に変わりますんでね、はい、ラウンド中のどうしましょうかね、ちょっと、ね、どっちにしますか、でも私ちょっと好きな曲があるんで、はい、ちょっと最初ぐらいは好きな曲選ばせてもらってもいいですか、あ、いいですよ、ありがとうございます、と言ってる間に高田くんにも勝負の時が来ました、はい、勝負の時が来てる、ここで食らいついていってくださいよ、はい、そうだよ、当てたい、ね、50% ついておいで、鈍いち、ついておいで、この戦い、女の戦い、ね、助教師バトル、ドゥーンってならないかな、どうだどうだ、でもね、せっかくだから、うん、そうだよ、なんですか、せっかくだから、なんですか、いや、せっかくだからさ、なんかもうちょっと面白い勝負しようよ、おあ、加速装置発動してますよ、こ これちょっとこれはこれ これはもう緑緑今日熱い、今日熱いなった、これは追っかけてくる、うわ、超激アツ、これね、加速装置は今回のね、CR TM レボリューションには本当は搭載されてないんですよね、そうですよね、そう、それが加速装置とかないですもんね、ここに、そうか、あの今あの前作までのね、第1弾の台にはあのそれがついててありましたよね、はい、なので、ね、第1弾といえばみたいなところがあったので、そうそうそう、これが今回はね、はい、プレミアムの演出としてね、生かされてる、インパクトありましたね、ありますね、びっくりしました、ね、嬉しいね、これね、これで追っかけてきましたね、ねえ、これでこそいい勝負になってきましたよ、そうですよ、やっぱり、ねえ、追いかけます。まだまだ行くぞ。これ。やっぱライバルとして ね、はい、ここエロー助教師対かまとと助教師ね。そうですよ。はい、かまとと。本当ですよ。このなんか被った猫の顔をひんむいてやりたい。これね、PV、はい、PV モードで消化してるんで。PV レボリューションだと。ね、そうね。はい、だから、これはね、ラウンド中にボタンプッシュで出るアイテムで。熱いかどうか決まると、まあ、ちなみにこれね、赤保留が出れば熱いというね、演出ですね、赤保留出したいです、出してみたいです ね、はい、ね、そうで、ライブモードだと後半にね、ボタンのワンプッシュの一撃で、連チャンするかどうかの抽選があります、ね、まあ、どっちもね、赤保留来い、あ、うそう、ポートバッ
このラウンド中にね連チャンが決まれば大ラッキーっていうぐらいの確率なんで。はい、そして、私、はい、はい、アリアはもうすでにこちら30回目のラウンドを終了させて、こちらは勝負の時を迎えようとしております。6500発超え、また来ましたよ。これで当たれば1万発超え確定ですからね。アリア君、これですよ、ゲットしましょう。はい、ぜひね、これね、ぜひね、TM レボリューションさんをね、納札していただきたい。本当ですよ、もう、そう、ここで、うわぁ、さあどうだ、頼む、頼む、50%、引け、うわぁ、もう手に汗握るね、これ、止まれ、ダメか、ダメだ、まだ最後まで諦めないで。諦めないで、はい、諦めないでね。からの、からの、からの、あーダメですか、ダメでした、ダメですか。もうね、最後の最後までわからないですからね、本当セブンゾーン中の抽選はね。ここでね、アリア君が抜けたので、これ高田君ここで連チャン来ると、はい、そうです、そうするとね、そうですね、ただやっぱり高田先生の番組は高田先生の番組だなっていうのね、そういうことになりますからね、はい、これ、いや、もうそういうことですよ、これ値段がとかじゃなく知られるので。一方今ね、梨木君は、はい、リベンジリバースモードです。あ、ごめんなさい、先生ちょっと高田先生、はい、またホワイトブレスの歌詞がちょっと赤くなってるんですけども、これ、はい、本当ね、もしやこれは赤いのはちょっとチャンスですよ、これですよね、チャンスアップ、 PV、うん、3DPV からのと言ってる間に高田君にボタンプッシュチャンスしますよ。はい、押させて、サビ入りましたよ。寂しさあげあげと、あらららあらら、ありがとう。こっから発見すると実写 PV 行きますよ。マジですか、見たいっすね、実写そこのセブンゾーン長い、あらら、ダメか、大体だよ、見たとき1分祈ります。お、で、高田くんの勝負の時セブンゾーン出れてくれない、ね、なんか校長もね、見てて ドキドキしてきたよ、この勝負。高田先生のお手並み拝見。あ、そうですか、あ、お願い、おー、来た、気持ちいい、あったー、ありがとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます、見事企画刺繍ということで、やりましたね。あ、これで1万発オーバーなんですね。ですね、そうですね、早いですね、早い、すごい早い、もう感覚的には3回のあたりな感じです。そうですね、わ、これはちょっと勝ってない感覚ですね、やっぱね、本当ですよね、うん、このスピード感、爽快感、すごい、はい、ここでね、まだ来ましたよ、セブンゾーン、早いね、もう1万発出てますよ、早い、お願い、これ当たったら大きい、すごいね、これで当たったらもう大量出玉ですよ、ですよね、さあどうだ、あ、緊張する、ドキドキしますね、これでね、約ドル箱10箱ね、お願い、出るかどうかの、どうだ、あ、うわ、さあ、来い、来い、頑張って、あ、どうだろう、いや、でも復活があるか、ここでそうだよ、タイム20分ですね、すごい、20分40秒、1566かな、あ、リバースモード突入って出た、あー、けどー、来たー、やったー、うわー、すごい、たまらんわ、このタイミングで復活っていうか戻るんです ね、ちょっと完全に諦めるタイミングですよね、ツンデレにも程がある、本当に
バン押してるもんねえもう左に戻し始めましたよね、ね、今ねもう左でどうかなみたいな。わ確かに、ね、何まだ右打ちさせてくれんのみたいな。やばい、ね、また30光ってるし、やばい、いやー校長気持ちをもうひっかき回されましたわ今。やばい、心をね、すごいわ今の、しびれるね、半端ない、ギャップ萌えですねこれ。うわーこれでね、夏希くん1万4000発超えですからね。そうですね、すごいですね、早い、1万4000発早い、すごい、お、有賀くんも今二次元が来てますね、はい、レベル3まで行ってくれれば、お、レベル3、レベル3まで上がって、お、ソイが上がって、ね、ライブ中に言う掛け声らしいですよ、ソイ、みんなで行ってきましょうね、ソイ、だったら取りに来い、赤文字です、これ欲しいな、お、巨大扇風機、巨大扇風機、すごい、ということは、そしてホワイトブレス、ね、後半スタート、コウダくんね、出玉の山ですね、今ね、アリアくんもまだね、ここで当たれば、はあ、おお、もうこれは実写、こっから来たよ、実写 PV 来たー、なりました、アリアくんの絶叫来たね、しびれますね、ごめんなさい、いいよいいよ、もうね、音を割れまくっとるけどいいよ、ごめんなさい、ね、さあどうだ、一撃いただきます、一撃終わった、あー来たよ、当たったすごい、これですよ、君引き強いな、気持ちいい、気持ちいい、すげえな、気持ちよすぎる、すぐ当たったよね、結構すぐでしたね、わやっぱりホワイトブレスなんですね、ですね、本当ですね、うん、もうむしろアリアのテーマ皆さん、はい、皆さん、これにて試打終了、大当たり中で、ね、いいとこだけど終了、ちょっとチェロス校長そろそろあの体力的にいっぱいいっぱいだからというわけでチェロス校長のレクチャーはどうだったかな。あ、はい、とってもためになりました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、あの割と元気でねっていうね、感じでしたけど、それよりもなんかもう TM レボリューションの、はい、そう、もう楽しすぎて、が楽しすぎて、あ、そう、どうでもよくなった、あ、そうですか、チェロス校長のレクチャーはそうですね、はい、すごいためになったんですけど、比較的、比較的すごかったね、そうなんですよね、もう爽快感といったらもうたまらないですよね、あげあげでね、これ、尿も言ってしまう、もうなんか、なんか言ってるなと思う、もう一つガーンみたいな、そう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 、迫力とか20分で1万4000発買うのでしょ、やっぱ早いんですよね、早いだと爽快感、そうなんですよね、 PV も良かったし、それからも実写も 3D もどっちも良かった、一撃で4000発出るって、そう、すごいんですよ、本当に早くて、ね、あとパチンコ知らなかった TM レボリューションのファンの方もこれは絶対打ちたくなるから、ね、間違いない、19曲もあるんでね、もうぜひ、そう、ライブモード、PV モードもありますしね、はい、19連チャンしても大丈夫ですね、わー、ありがとうございますね、ね、はい、あのね、なんかねお姉ちゃんが2人いる末っ子ってこんな感じなんかなってちょっと思いましたけど、はい、ね、ところで、はい、甲田くんね、君今日はね、よく頑張ったね、今日は頑張りました ね、 ねなんかね、前回のね、このコーナーではね、もう、もう私のコーナーもう終わっちゃうんじゃないでしょうかってね、そうですね、もうないかもしれない、でもぜひお願いしますってお願いしたんですよね、ガチでしょんぼりする感じでねでもね、みんなも大丈夫だよ大丈夫だよって感じだったのが、うん、もうね、はい、今日はもういいとこ見せました、そうですね、ライバルもいたんで、ね、うん、そうです、もう企画支守みたいな、ね、私のみたいな、うん、守りましたね、そうです、守りました、守られたもん、はい、またね、ぜひね、2人でこうね、競い合って、はい、ね、確かにパチンコレクチャーのテクニックをね、磨いてってください、はい、ね、全国の皆さんも今日ね、もうたっぷり勉強の方はできてると思いますからね、この熱さ、面白さ、爽快さをね、はい、ぜひ体感してほしいと思います、はい、ね、また先生も頑張らせていただくので、次回もぜひお願いします、そうだね、はい、うん、では、みんな、打ってくれよ、またね、爽快、爽快、あげあげ。